バンド名の由来っていうのはドラム最初にやっていて、スネアドラムっていうものはすごく重要な、一番こだわっていたそのパーツだったんですけど、そのスネアっていう言葉自体のセンスも自分感じていて、で最後にカバーっていうのはなんだかカバーってすごいなんか響きがいい感じがして、シンプルにスネアカバーっていう、はい、感覚でつけた感じですね。メロディーが本当に重要で、パソコンも今使ったりするんで、いろんなアプローチはあるんですけど、結局はそのメロディーが生きてきて、そのメロディーに誘われるようにギターを持って、最終的にはもう弾き語りで曲一曲も終わらせられるような状況っていうのをどうしても作っちゃう癖があって、お客さんの声とかでも生がいいっていう声が圧倒的に多くて、本当にそのライブでその瞬間聞いた衝撃みたいな声っていうのがもう何よりも大きくて、生で表現することの影響力みたいなものっていうのをものすごく感じて、自分自身そこにものすごい喜びとか楽しみがあって、それを本当に追求しないと得るものも得られないのかなっていうのがなんかありますね。僕の声質的に真ん中がなくて、ちょっと広い範囲で真ん中じゃないところから飛んでくるみたいな感覚で言う方もいて、海外の聴いてる人たちはみんな分かってると思うんですけど、ボーカルがもうここにものすごくでっかいところにあって、で次にかぶさってくるコーラス全部真ん中だったりとか、普通寄せれば聴きやすくなるんだよって概念が あるのに、何が一番かっこいいかみたいなところを追求した結果がそうなってるみたいな、はみ出るところが当たり前っていう感覚でやってると思うね。まあ、その感覚は自分でもすごいあって、もう音楽やってるんだから理論みたいなものをぶっ飛ばすべきであってほしいので、かっこいいっていうのはもう感覚でわかるものな気がしますね。なんかすごく気持ちいいとか、感動したとか、そういう単発で飛んでくるような言葉はすごく、はい、リアルで嬉しいです。分かりやすいことをやっているわけでもないと思うし、音楽的にも価値のあるアーティストになるためには何かアクションを起こさなきゃいけなくて、インディーズで世界大会に行ったとか、ドイツで結果を残してきたっていう、そういう、もう目に見える結果っていうものが自分にとってもう絶対に必要だっていうことも分かっていて、自分らしいアクションの起こし方が今回のまさにエマージェンズはまさにそうだったと思うんですよ。実際本当レベルの高さとコンテスト自体の熱量とか、そういうものの大きさにまず驚いて圧倒されたっていうのはありましたね。優勝を狙いに行って、で実際その結果で世界で4位という形で、すごいことだったにしても残念な気持ち最初だったんですけど、ベストシンガー賞で声に対しての評価を受けた時に、ただでは帰れないみたいな感覚で実ったのかなっていう感覚でしたかね。いろんな人たちの評価ってちょっと想像以上だったんですね。天国からの歌声という感じでレビューを書いていただいて、いいと思ったものに対しての気持ちのかけ方のレベルがすごくて、皆さん終わったらすぐグワッて来て、もう目の前に来て握手、手を握りながら、もうグレイトみたいな感じで、もう本当にそのまんま突き進むべきだみたいな、君が代表となってきたことには本当に意味があるんだよみたいな感じで、本当に嬉しかったです。なるべく早く海外で挑戦したいですね。